ンの日を前に、県警察本部では今日フリーアナウンサーの原橋由美さんが一日通信指令室長を務めました。通報者、事故当事者、福島男性、担当原橋です。どうぞ。一日通信指令室長を務めたのは喜多方市出身のフリーアナウンサー原橋由美さんです。原橋さんは委嘱状を受け取ると通信指令室の職員たちに訓示しました。皆さんが一つ一つ迅速に対応しているということを本当に心強く思っております。唐橋さんはこのあと110番の受付を体験し、県内の110番はすべて通信指令室が受け付けていること、緊急でない困りごと相談などは110番ではなく専用電話にかけることなどを確認しました。県警察本部によりますと、去年県内で受け付けた110番はおよそ11万6700件で、おととしより3700件ほど増えたということです。